SF1 は、シャープが製造、販売した、ニンテンドースーパーファミコンの機能を内蔵する、ブラウン管テレビ。1990年12月5日発売。ボディはグレーで、画面の上にロムカセット差し込みスロットがある。2つのボタンを同時に押すと、リモコン操作でリセットできる。ゲーム用の画質が設定されている。また電源コードとコントローラー以外のケーブルが露出していない。 スーパーファミコンとは内部で S 端子接続されており画質は鮮明である14型の場合付属コントローラーのコード帳が普通の本体についているものと同じだが21型はコードが長いそのためマウスなどには社外品の延長ケーブルを併用することを推奨する音声はモノラルであり外部入力も1系統のみの対応であるためステレオ音声でのプレイはできない 拡張端子と AV 端子は本体上のスーパーファミコン部の背面に斜め上に向かってついており、埃を防ぐカバーがついている。ただしと本体で拡張端子を使用する周辺機器は存在しない。また RF 端子とチャンネル切り替えスイッチはない。このゲーム一体型テレビはブラウン管式であるため2011年の地上アナログ放送の終了後は テレビとしての機能が失われているため、放送を受信、視聴することはできず、純粋に、スーパーファミコンをプレイする、ゲーム機としての機能しか残されていない。もしこのテレビで放送を視聴する場合は、地上デジタル放送への切り替えアダプターを接続する、必要がある、以下の形式が発売された。AB サテラビュー互換の拡張端子そのものは、 存在するが、サテラビューそのものが、スーパーファミコンの下へ積んで使用する形状のため、物理的に取り付けが不可能。当本体で可能なことはカートリッジで遊ぶことのみ。あの頃これが欲しかった。今でも欲しいシャープのスーパーファミコン内蔵テレビ、SF1、ダイムワットダイム。ありがとうございます。